小説を書く以上は常に新しいものを出さなきゃいけない、うん、どれだけ感性が鋭敏でいられるか、人間さをどれだけ取り戻せるかとかね、うん、60代も創作とかいろんなものってまだ十分できる年代なんですかね。大人じゃないですか。そうですよね。働くという概念じゃないと思いますね、書くというのは。ああ生きるってことですね。生きるっていう概念だろうと。欲望が尽きないんですね。もう整理もできないよね、欲望がね、るつぼのごとく渦巻いてるかもしれない。自分がもういい小説っていうのがあるからですよ。でそれは永遠に書けないかもしれないけれど、50代というところに行きましょうかね。これ直木賞の選考委員にもなられたりということで、はい、うん、40代と50代の違いってまだどこにあるんですか。40代はね、敵と思えるやつがいたですよ。あ 敵ね、はい、ライバルじゃなくて、うん、気に食わねえなと思うやつが出版社にもいたし、はい、作家にもいたりしたんです。50代になるとついにいなくなった。なんでいなくなっちゃうんでしょう。もうみんなね、どうってことねえやと思うようになって。そうですか、はい、どうってことないやと思うようになって、うん、その時にあれだったかな、直木賞の選考会にすごい早い時間に行っちゃったら、一人だけ五木寛之先生がいらっしゃったんです。あ、で誰も周りにないんで、お茶入れるどこだったんだ、お茶入れて持って行ったんですよ。五木先生どうぞって言ったら、お茶、男入れたお茶ですよって言ったら、北方君、君はそこそこ大家なんだからそんなことしなくていいんだって言われて、その言葉がね、やったら気に入って、そこそこ大家っていうのはね、で未だに私は自分のことはそこそこ大家って言ってる。50代はどうしたら そういうことで敵がいなくなる、うん、そういうね、うん、ことじゃなくて、もうね、なんていうのかな、その頃からね、うん、生きることは書くことだ、書くことは生きることだっていうふうに思うようになったから、うん、こうやって世間に出てこうやってやってるのは虚像に過ぎない、うん、原稿用紙の上に真実は、自分の人生の真実あると思えるようになったんですよ。あ、作家の方だけじゃなくて、50代でガクッとくる方結構多いじゃないですか、その目標がなくなったりとか。いや、それはね、はい、まだ来てないですからね。それはどうしてですか、そのもうライバルがいなくなって、まだそのモチベーションっていうか、自分がもういい小説っていうのがあるからですよ。でそれは永遠に書けないかもしれないけれど、それがあるからですよ。そしてやっぱり自分との戦いがより色濃くなっていくんですかね。いや、戦いっていう認識はないですね。いや、ものをこうなんか作り出すときに、それは戦いとかなんとかじゃなくて、どれだけ感性が鋭敏でいられるか、人間さをどれだけ取り戻せるかとかね、あるいはあの小説を書くときに、うまさじゃないもので何かパッとできるか、うまくなっちゃうんですよ。でうまさじゃないもので何かこうやりたいなとかね、そういうふうなことでいろいろ考えます。うまくなっちゃうっていうのは本当、作家の方に限らずありそうですよね。うん、そうですね、こなせるようになっちゃうんで、はい、そうなんですよ、慣れてきちゃったりとか、はい、そうするとね、うまくなったものから新しいものは出てこないんです。やっぱり小説を書く以上は常に新しいものを出さなきゃいけないんですよ。だから言葉の使い方とかなんとかもね、随分と50代になったら気にするようになったです。小説の言葉って分かりますか。分かんないですよね、はい、それね、若い作家に説明しても分かんないですよ、うん、だからここで言っても分かんないでしょうね、みんな。あ、でもぜひ教えてください、はい、うん、どっかにね、例えば赤いバラがある、はい、その赤いバラの赤いっていうね、言葉を使うときにどう表現するか、うん、そうするとね、美しい赤だった、うん、これも分かりますよね、はい、綺麗な赤だった、これもある程度分かりますね、うん、ちょっとしか考えない、はい、いい赤だったって書く、うん、いい赤だったと書いて、これは完全に主観の言葉だけど、だけど客観性と普遍性を持たせるかどうか、うん、ことができるかどうかっていうね、ちょっと矛盾したところにあるのが小説の言葉なんです。だからそのいいっていう言葉がきちんと生きるように、他の言葉を探さなきゃいけない。それ中学の頃に私は勉強したのをね、もう一回引っ張り出して勉強しながらしましたけどね、うん、城崎にてっていう、はい、あの石ヶ浜の小説がありましてね、はい、うん、でなんかこう城崎でこうやって歩いてたら、イモリがいて、イモリに石をぶつけようと思うわけですよ。当たるはずがないのに、投げたら当たっちゃってひっくり返っちゃったっていう場面なんですけど、その時にイモリを見て、拾われていい色をしてたって書いてあるんです、うん、このいいっていうのは何なんだ、なぜ美しいって書かないんだ、なぜ綺麗って書かないんだっていうのがね、中学の頃疑問だったのが、また50代ぐらいになってすごい疑問になってきて、で小説の言葉は何かっていうのをね、延々と追求するようになった時に、やっぱりいいに普遍性を持たせるのが小説の言葉だったっていうふうに思ったですね、うんうん、
それはその読者を信じてるんですか、それとなんか物語の力によってそのいいっていう言葉が、いいの話ですか、はい、そうです、いいはね描写です、描写ですか、描写をどうやるか、うん、で描写さえきちんとすれば物語を書くわけですからね、うん、物語力を持つんですよ、うん、説明を書いたらダメなんですよ、はい、だから美しい説明なんです、はい、綺麗も説明なんです、うん、いいだけは説明じゃないんですよ、そうですね、そういうものをきちんと書けるようになったら説明じゃない、あの描写ができる、だからいつも小説は描写だって若い人には言うんですけど、うん、説明が多いですからね、あ、なんかビジネスの世界にいるとですね、うん、ほとんどが分かりやすいかどうかっていうことで言葉を作らなきゃいけなくなっていくんですよね、それはね、それですごい難しいと思う、あ、誰にでも分かんなきゃいけないでしょ、うん、それはそれで難しいと思いますよ、うん、僕は小説っていうのはね、誰にでも分からなきゃいけないと思ってます、だけど誰にも分かってもいい、誰にも分からないと思ってるんですよ、うん、つまりそう矛盾してるんです、さっきのいいっていうことだと同じね、誰にでも分かるけれどでも本当は誰にも分からない、これが小説ですよ、いやちょっと50代のお話を伺ってきましたけども、はい、50代はどういう10年にするといいんでしょうかね、それは生き方の問題だから、生き方の問題、そんな人によりますよね、僕の場合は仕事そのものはね、ルーティーンですね、ルーティーンですか、はい、ルーティーンですね、もう決めたものをこう書いてましたよ、これは長いものを書いてましたから、長いものを書いてて、その決めたものの中で新しいもの、新しい描写っていうのをずっと探ってはいましたけどね、だからものを作るというのはルーティーンであっても新しいことをやらなきゃいけないっていうのはありますから、それをやっててで、まあだから見るとね、まあ、悠々と書いてるように見えたでしょ、時々なんかどうにもなんなくなって真似して書くんですよ、私ね、一回だけね、50代の時だったんですけどね、言葉が出てこないってなった時に、普通はキャップしてね、まあ、こういうキャップの真似して使ってますから、それをねギューってやってた時に真似してバキッと折れたことありますよね、うわ折れちゃった、もったいなかったなと後で思いましたペリカンの版ですがバキッと折れちゃったんです、40代との違いはなんかもっと50代でね、私はね、はい、ある作家に言われて、はい、あんたもいつまでも万年筆じゃないだろうって言われて、じゃあなんだよって言ったら、これだよこれって言われたんですよ、これでやってみろって言うから、あそうかって言ってね、パソコンっていうのかな、パソコンを買ってね、でこうやってなんか文章が書くとこあるでしょ、はい、そこを書いてこうって書いたんですよ、で随分書いたなと思ってパッと見たら全部ローマ字だったのね、あそいつと捕まえてね、なんてこれ教えんだお前な全部ローマ字だったのって言ったらね、そいつが言ったセリフがね、またね、ね焼きやってるじゃんっていうんです、でバッターボックスに立つじゃん、でこうやって構えたらピッチャーが球を見るじゃん、それを君はねバッと見てたんだよバッと見てたんだよって笑われましたね、はい、それでね、そうか、じゃあどうやってやればいいんだったら、ブラインドを覚えろって言われて、ブラインドってのは目つぶってやるのかって、目つぶってやったってどうせ見るから、これなんかかぶせろって言われました、ね、かぶせてこうやったらね、ブラインドで打てるようになったんですよ、ある程度は、まあ書くより遅いですけどね、こちょこちょこちょ小指でとかね、なんか打てるようになってたんですよ、それで文章も打ったんです一時期、それはね手紙とかね、論文とかね、解説文とかそういうものはね、割とこちょ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 打てるんですよ、しかも専門家の人に原稿400字詰めの原稿用紙出してもらって、そこにガチャガチャって1字ずつこう入れていくような形で、うん、これは便利なもんだと思うでしょう、小説書こうと思った時指が一本も動かないんですよ、一言も出てこないの、本当に不思議なぐらいに出てこないんですよ、でここにペンダコがあるんですけどね、そのペンダコ真似してこう握ってペンダコがあって、ペンダコが小説中枢みたいに繋がってて、グッとペンを握った瞬間にそこがパッと開くんじゃないかと思いますね、そうとしか思えないぐらいね、何にも出てこなかったんですね、じゃあ今でも小説はもうペンでずっと真似してます、ね、不思議ですね、不思議ですよね、紙で書くとなんか添削とかしにくかったりするじゃないですか、添削はほとんどないですね、あけどそれをしない方が逆に流れがいいでしょうね、私はねほとんど書き間違いはあるんですよ、ピュッといっちゃったり字をちょっと間違っちゃったり、ある時っていう時に「あ」を書いて「時」って書いちゃったりね、飛んじゃったりするんですよ、頭が先にいっちゃってるから、そういうのはありますけれど、風船とかね、風船っていうんですけど、こう
行と行の間にこうやって風船とかとか一切ないです。あ、ないんですね。一切ないですけど、うん、ないですし、まあ、これは自慢になるのかどうなのか分かんないけど、あの8000枚の小説がもうすぐ完結するんですけどね、はい、使った原稿用紙8000枚です。でも頭の中できてるんですね。しかも500枚ずつ書いてくるんですけどね、その500枚の最後の1行か2行ぐらいしか書いてないですよ。もうそうなってくると半分意地だね。でも私はそれで、まあ、風間の原稿を、まあ、小説を書き終えたら、もうしばらくしたら書き終えるんですけど、はい、短い小説書こうかなと思って、まあ、実際にね6本ぐらいもすでに書いてるんです、うん、こういうところで言うと書かなきゃいけないから言っちゃいますけどね。6本ぐらい書いてて1本15枚なんですよ。これ難しいんですよ。言葉を選んで選んで選ばなきゃいけないんで、で言葉を選んでも使い切れ、まあ、ちょっと書ききれないな、書ききれないなと思った時には行間に押し込めるんですよ。その訓練ができるから短いのを書くんです。それで文体がまたピシッと決まったら、うん、引き締まったらまた長いのを書くんです。また長編で、はあ、つもりですつもりです。いやー、はい、60代いきましょうか、はい、次60代ということで、17年書かれた大水滸伝が終わって2016年に完結したっていうところで、60代は50代とどう違いますか？60代はね、なぜか分かんないけどギラギラしたものがなくなって、うん、どこ行っても座っててもモテるようになったんですよ。モテるようになるんですね。ただ座っててもモテる、前は警戒されたんですよ。ギラギラしすぎて、うん、あ、60代ぐらいになったらね、なんとなく座ってるだけでモテるようになった。30代が一番ギラギラでしたよね。30代はもうギラギラですよ。それが残って40代50代も残るけど、60代でギラギラが抜けてより成熟というか、なんかね、印象も柔らかいんでしょうね。印象も柔らかいんだろうと思うんですよ。それ意識してやってるんですよ。だからなんで、あのね、前は追い詰める、ガーッと追い詰めないとどうにもならなかったものが向こうから来るんだろうなと思いましたよ。今お話しすると柔らかい感じっていうか、なんか優しい感じを受けるんですけど、昔はもっと怖かったんですか？今すごい怒ってますよ。怖かったよ。怖かった。やっぱ相当怖かったですね。怖かったよ。どんな感じだったんでしょう？怖かったよって言っても怖くなかったです。はい、実はね、こういう性格なんですよ。はい、だから人前ではもう小説書いてる時どうなってるか分かんないです。自分ではね。でも人前に来た時に黙ってたり言葉が少なかったりしたら、それは良くないだろうって思っちゃうんです。だからきちんと言葉をで対話が成り立つように喋るし。だけどギンギラギンの時っていうのはね、それとは別なものがバーッと、言葉とかなんとかとは別なものがブワーッと出るんですよ。それはオーラっていうのかな、気配っていうのかな、そういうものが出るんですよね。それがね、60代になったらその変なものが出なくなったんじゃないですかね。かもしかすると全然逆なものが出て、フェロモンみたいなのをブワーッと出て、座っててもこれじゃないかって。書くものは変わってきますか、60代になって？変わってこないと思いますね。はい、そんなにね、意識できるほど変わってこないです。ただ昔書いたものと今書いたものを見てみると、はい、これ絶対に変わってるんです。でも緩やかにしか変わらないと思いますよ。いきなり別になって小説を書くってことはできないと思います。あと65歳になって死ぬのが怖くなくなったって、あの読んだ記事で書かれてたんですけど、それどういうことですか？いや、死ぬのが怖くなくなったんで、私はあのね、例えば割り箸 の袋にね、はい、踏まないって書いてね、指にこう巻いてね、で車出すわけですよ。ドワーンと走ってるとね、まあ例えば第三京浜なんか走ってると、真ん中の車線を平和にワーッと走ってると、ひゃーっと抜いていくやつがいるわけですよ。あの野郎抜きやがったって後ろからワーッと追いかけてって、でそいつがパッとどいたら、いやいや、あいつは殺したと思って行くって、要するにそういうことは、あのいくら踏んでも怖くなくなっちゃったんです。それが死ぬのが怖くないってことです。ふとした時に、それはね、ちょっと生きてないだろうっていうようなスピードを、何キロって言いませんよ具体的にはね、踏んでる時にこれ以上踏めなかったっていうところがあるんだけど、それがね、死ぬのが怖くないってその瞬間に思っちゃうんですよ。ふとふと踏んじゃうんですよ。不
思議ですね。不思議です。お人はね、だからね、まあ、自殺する人がいますよね、うん、自殺する人っていうのは自殺するのと何かがこうスッと自分の生命が交わってんじゃないかと思います、うん、そこの点に行っちゃった時は自殺するんだけど、それがふっとすれ違っちゃったら、あの時自殺しようと思ったけどなんで自殺しようと思ったのかなと思うぐらいのことだろうと思うんですよね。そういうものをね、知ってね、死んだことがある人いないじゃないですか。今いないです、ね、なんだか分かんないじゃないですか、はい、分かんないけれども、そういう時にふっとね、こう死ぬことが怖くないなと思った瞬間っていうのは、まあまあ、スロットルに足乗っけてて、うん、もうちょっと次これ以上これ以上これ以上と昔は思ってたのを怖くないな、シューッと言ってしまうという時にシュッと出てくる死とかね、そういうものがね、うん、本当の死だと思いますね。あ、うん、60代ってもちろん個人差があると思うんですけども、今、まあ、本当に60代でも、 もう本当エネルギーあふれる方も多いですし、60代も創作とかいろんなものってまだ十分できる年代なんですかね。当たり前じゃないですか。そうですよね、当たり前。自分も何歳まで働けるんだろうとか思いません？思いますね。60代ってまだバリバリいけるもんなんですか？だからね、それはね、はい、働くという概念じゃないと思いますね、書くというのは。ああ、生きるってことですね。生きるっていう概念だろうと思います。生きるというものと重なり合ってる。だからもう今なんかもう完全に生きることは書くこと、書くことは生きること、もうこれ当たり前のことになってます。60代になった時、また抽象的な質問で恐縮なんですけど、男ってどうなってたらいいんですかね。そのもうこれは生きることだっていう、なんか、いや、それは、うん、そんなことはみんな考えないでしょ。考えなくていいですか。考えないでしょ、ね、まあ人生をね、60代のどっかで全うしてね、あとは余生で生きればいいんじゃないですか。ああ確かにね、60代もバリバリやりたいですよね、うん、やった方がいいですよ、ね、絶対。だって物も書いていらっしゃるでしょ。物も書いて、最近喋ることばっかりやってますけど。だからね、怠けてますよ。60代になったらいい字を思い出して、はい、字を思い出して、字を思い出して今もじゃあ、いっぱい書けるじゃないですか。ああ、そうですね。それね、はい、最初からもあの何かにしようと思ったり売れようと思ったりして書くとダメなんですよ、多分ね。何か書きたい衝動みたいなのがあったら、それの方向をジャーッと見定めて、パッと決まったらダーッともう金になろうがなる前が書く。それでは若くなれます。ああ、確かに確かにね。書き続けるって大事なんですかね、やっぱりこの40代とか50代、ブランクがあってもいいんですか。いや、あのね、はい、ブランクっていうのかな、それは人によると思いますけどね、人によると思いますけど、私の場合ブランクあったらダメでしょうね。あ、もうずっと書いてたっていう。私は長い小説書き終わるでしょう、まあ、例えば一冊、本一冊でもいいです、はい、本一冊書き終わるでしょう、あっと思うわけですよね。でこれからしばらくゆっくりしようと思うわけですよ。 そう思っていられるのは1日ぐらいで、2日目にね何にも書かないとすごい不安になってだから仕事中毒かも分かんないです。そうですよね。いや、私書かないと絶対筋力衰えると思います。あ、そうですね。私も22以来、はい、今一番書いてないかもしれないです。あ、だから、ね、映像ばっか作ってるんですよ最近。書くってことはね、ある種筋力ですからね。そうですよね。ある種脳の筋力みたいなもんですよ。そうですよね。北川さん、あの今若い人は動画ばっか見るようになってるんですね、うんうん、活字を読む方がどんどん減っててですね、はい、けど書くこととやっぱりこうやって見ることって全然人間の行動として違うじゃないですか。全く違います。それどう思われます。だから、はい、だから本を読んでほしいです。そうですよね、本当にね、はい、しかもね、なんとか言うあのこうやってやるんじゃなくて、はい、紙の本を読んでほしい。あ、うん、こうですね、こういうですね、うん、どう違いますかね。それはね、はい、あの言葉で言えない違いがあるんですよ。そうですよね。私はね、うん、最初に読んだ本っていうのは絵本だったんです。親父が買ってくれた絵本でね、はい、で絵本で字が読めなかったですよ、はい、その時こう絵を見てね、はい、ずっと次のページをめくったらどういうことが起きてるだろうっていうことを頭の中でうわーっと考えながら読んでましたよ。それが字が読めるようになったら、はい、読んでみると全然自分が考えたことと違ったけど俺の方が面白いかもしれないと思ったりしましたよ。その時から紙の本っていうのはね、なんか魔的なものがあって、はい、それで何回読んでもね、何回読んでもねどっか新しいものを発見したりするものがあるんですよ。私はもう生涯もう20回ぐらい読んでるから、ヘンリー・ライクロフトの四季っていうそのまあ小説があるんです、これはね、作家がね、ある時思いがけない遺産が転がり込んできて、ちょっと丘の上のちっちゃな家だったけど清潔な家で、でちゃんと生活の世話をしてくれる、はい、あの女性が村から通ってきて、朝起きたら小鳥の鳴き声で起きて、で朝起きたら作ってくれたあの朝食を食べて、で散歩をして、で昼ぐらいに帰ってきて昼食を食べたらちょっと昼寝をして、それから本を読み始めて、で暖炉に火を入れて小説を書く。
で散歩してる間にいろんなあつぼみがちょっと膨らんだねとかね、なんとかそういうことはね、ずっとそれだけ書いたんですよ。それだけ書いたんです。それがなんかいいんですよ。でいいなと思ってね、これはいい生活してたんだなと思うわけですよね。そしたらそれあのギッシングっていう作家の、あの作品なんですけど、ギッシングはその年にいわゆる貧乏で野垂れ死なんです。貧乏で野垂れ死なんですよ。だけどだからね、金箔は願望を描いてるんです。作家である、作家がね、作家のある願望の姿を描いてるんですよね。だから金箔感があってね、で読むと行間になんか見つかったりするんですよね。で私もやがて売れなくなったら願望をねどっかで描いて売れなくても、いや売れてもいいんですよ、売れてもいいんだけど、うん、本当の願望を変えてみようかなって思う時ありますね。今だって願望変えてるんです、はい、でもそれ人間のありようとかね、そういうことですよね。うん、それいつ崩壊するかも分かんないっていう緊迫感があるっていうことですね、その日常が。そのあれにですか、うん、あの、はい、ギッシングの、ギッシングの、はい、だからそれはね、うん、何の緊迫感かっていうのは読む人によると思います。はい、読む、だから非常にフェーズのある小説なんです、はい、読む人によって意味が変わってきたりする小説なんですよ。はい、だけど小説の本質を表していると思いますね。小説は多分私は男を書くね、はい、で男にですねとか言われるんだけど、それみんな願望ですからね、言ってみればあんな男でいたいなって書くわけですよ。でまあ情けない男を書いた時はあんな男でいたくなかったな、それも願望に近いと思うんですよね。いや欲望が尽きないんですね。私は欲望が、いや人って欲望は尽きないでしょ。いやけどなんか今一番日本に欠けてるもんって欲望な気がするんですよね。それみんな持ってますよ絶対。隠してるだけですかね。隠してるだけですよ。だってね、クッカーってやってるやつはね、はい、どうやって勝つとかね、だって欲望を持ってるでしょ。そうですね。だからなんかね、クラーッと自分の何かを注ぎ込んでるものは絶対あるはずなんです。そうか。僕は若いやつらの歌なんか聞いてると、うん、ダメだなって思いますよ。ダメですか。ダメだなと思うんだけど、あれいいなと思うのは大体歌詞なんですよ。でこれリズムは当たり前なんですよね。当たり前にみんなリズム、その若い奴らはね、リズムがあれや歌詞は余計なもんだって言うんです。そんなことはないだろうって言ってもね、余計なもんだそれ。でまあ売れてるのを見てみると、こう売れてる歌詞を見てみるとね、ロックだっていうのになんかやったらね、花束を君にあげるとかね、なんとかそういうことをずっとやって、ロックだろう、ロックンロールだろうったら、いやロックンロールじゃありません、ロックですって言われるんですよ。昔はね、ロックンロールのことをロックって言ってたんだよ。お前らにロックってなんだって言ったの、切なロックって言われました。切ないロック、そうか、ジャンル違うんだと思った。でそこで一生懸命やってる人はいますよ。若いやつらの表現見てても、これ一生懸命やってるなと思うのはいるもん。これ真剣にやってるもん。そっか、まあ、特に音楽とかなんとかが一番あの出ますけどね。映画なんかも若いやつがね、カーッともう泥まみれになって作ってるやつ見ますよ。あ、小説を書くやつは見えないから、あ本が出ないと。した欲望は昔と同じようにあるけれども、それがただ見えてないだけだったり、ちょっとシャイで見せてないのかもしれない。そうかもしれない。だからね、それはそれでね、もっとすごい欲望かもしれない。昔みたいにさ、俺の欲望はあって、もっとドロドロしてるかもしれない。表明したものよりね、確かに表明するときは少し整理してしょやらなきゃいけないけど、はい、もう整理もできないよね、欲望がね、るつぼのごとく渦巻いてるかもしれない。あ、確かに。次、はい、最後、70代。はい、60代と何か変わりますか。病気をしましたね。ああ、そうです。がんにもなられて、膀胱がんになりました。はい、でこれは治ったです。うん、それから、ね、腰の手術をしました。はあ、脊柱管狭窄症で杖をついて歩いてました。で杖をついて歩いてるとみんなが優しくしてくれるんで、まあ何でもなくても杖ついて歩いてたあれはダメだから気をつけろって銀座と言いまくったやつがいましてね、私と同じあれ年寄りのふりをして受けようとしてんだって言ったやつがいて、もう大沢有正ってやつなんですけどね、あいつが言って、でまあそれぐらいですね、変わったことは。でがんにかかったのかと思いますよね。でその時膀胱がんだったんで、ああいつ同じがんにかかっちゃったと思ったのが、まあ友達だった松田優作です。松田優作膀胱がんで死んだんですよ。そうなんですね。優作と同じ病気かかっちゃって死ぬんだな、それでその時ちょうどあのバイカル湖へ行く、バイカル湖の北の方へ行く計画を立てたんで、手術まで、まあ
2,3 週間後、はい、どんな役とも、うん、まあ一月後ぐらいだったのかな、うん、その間バイカル行っていいかって言ったんですよ、医者に、うん、トロン行ってください、行ってください、いいんだよねって言ったら、まあ血尿が出るかもしれませんけどな、血尿は何の問題もないですから、でもね、あの膀胱の中で血が固まったらカチンカチンになって大変ですよ、その時にあの医者と称するひげを生やしたロシア人の老人がハンマー持ってきて打ち砕いたらどうしますかとか、すごい脅しですね、それでやめたんですそれは行きたくなりますね、それがね、だから最後の旅行の企画だったんですね、あそれから行けなくなりましたから、ここですね、やっぱ肉体的なところがちょっと変わったってところですね、肉体的なところ変わってないな、あ変わってないですか、あのね、治っちまったらどうってことないですね、あ腰だって治っちまったら、まあ肉体的に外観変わりましたね、うん、私はね大体同じ目線で喋ってる人いたんですよ、うん、なぜか分かんないんですけど私を見下ろしてるんですよ、うん、そしたらね身長が縮んでる、で入院した時に身長測られるわけですよね、うん、はい168センチって言われて、何を言ってんだ君はちゃんと仕事しなさい看護師だろ仕事しなさい、はい測り直すって、はいって言って看護師だってまた168センチって言うんですよ、嘘つけ、そしたらその日あのお医者さんがいっぱいレントゲン写真持ってきて、ここで大体椎間板っていうのはね、椎間板っていうのは11ミリあるんです、はい、それが1ミリですよ、1ミリです、1ミリです、この3つの関節だけで3センチ縮んでますからね、はあ、やっぱ人間縮むんですね、縮むんですよ、はあ、3センチぐらい縮んでいくんですね、だから私はね3センチでそこだけで、はい、そこはね特にスリーってなところなんですけどね、3センチ縮んで、そこだけで3センチで縮まない人もいるんですよ、はい、縮まない人はねやっぱり椎間板が擦り切れないんでしょう、うん、そうですね、直木賞の選考委員も今辞められて、はい、やっぱり最後の長編に挑むってこともインタビューでおっしゃってましたけど、うんうん、最後なんですか、それは5、6年かかりますから、あそうです、ね、そ一旦取り掛かったら、うん、直木賞の選考委員はもう辞めていいんです、うん、あのね、まあ、直木賞という賞は不思議な賞でね、ああ社会的な波及性があるんですよ、うん、でだから直木賞だけ読む人もいるんですよね、で直木賞の受賞作だったら本も売れるんですよ、うん、だからすごくいいことなんです、社会的な波及性があるっていうのは、うん、でそういうものがいくつもあればいいんだけど直木賞ぐらいなんですよ、うん、あるとしたらね、はい、でそれはそれでいいんですが、そこの選考委員やってますとね、うん、誰かが選ばなきゃいけないだろうと思ってやってるわけですけどね、社会的な波及性のある選考委員の賞の選考委員だとなんとなくね社会的な権威になってるんですよ、いやそうですよね、社会的な権威になってそれはね、うん、作家がいつまでもそこでいちゃいけないでしょう、本当はそれと相対するところにいなきゃダメでしょう、それで前辞めるって言って辞めました、自分から辞めるとおっしゃられるのもかっこいいですよね、うんうん、それはね、みんなしがみつきそうなところですよね、いやそんなこと他の人のことはやめよう俺の場合はねかっこいいかっこ悪いじゃなくて、あやっぱり小説を書いてる人間がと思ったな、うんうん、自分の小説のこと考えろよ、うん、そしたらねそんな立場に立っていいのか、うん、さっきのほら五木先生の話ですよ、五木先生90歳で未だに書いておられますけどね、君はそこそこ大家だからそこそこ大家の方がいいんですもう本当の大家になっちゃったらねこれはまた違うもんなんですよ、うん、はい、2つですね、お金と感性の話は、はい、結構あの贅沢のところでお話いただいたと思うんですけど、うん、お金って感性を磨くためにどう使っていけばいいかっていうか、お金を使う、はい、お金の使い方ですね、使わなくたって感性磨けるでしょ、いやそうですか、ね、うん、磨けるでしょ、だからお金は結果としてあるものですよ、うん、そうするとねやることが増えるってだけじゃないですかね、やる範疇が、例えば私はお金がなかったら船買えなかったんですよ、あ、はい、でも船で感性磨いてくれたものはいっぱいあります、船が磨いてくれたものはね、それはそれでお金があったからできたことですよ、お金があったらあった分でやればいいんじゃないですか、あ、はい、なかったらない分でいろいろあると思うな、そうか、それないならないでどうにでもなるってことですね、そりゃそうでしょう、あ、ね、少なくとも想像力はね、想像力に関わる感性はどうにでもなりますよ、そうですよね、ということでラストクエスチョンいきたいと思います、はい、うん、いきましょう、ちょっとすごいかっこいい男のごめんなさい、死に様って書いてしまいまして、うん、死に様はね、はい、分かんないわけですよ、うん、分かんないんですよ、うん、あのね、私はねある時
勝新太郎さんって方がいらっしゃってね、二人で酒飲んでたんですよ。そら死ぬ芝居ってのが難しいんだ、死ぬ芝居ってのは難しいんだ、なんかいいのあるかって言われたんで、あれの仁義なき戦いの3部ぐらいかな、田中邦衛が後ろでダーンと撃たれるシーンがあるんですけどね、その時にね、こう夜店かなんかでこう物をこう見たりする背中がね哀愁があって、すごくいいですよっつってそしたら勝さんが頭パカーンと思ったら、バカ野郎、あの時は邦衛はな3秒後に撃たれて死ぬって知ってんだよ、だどんな芝居だってできるだろう、あそうなんですか、で映像で死って描けるんですかって言ったら、だから難しいんだよ、だってそうですよね、勝さんが言う通りにしたら本当に死ななきゃいけないじゃないですか、芝居にならないじゃないですか、だから難しいんだっつって、その後に出された映画、これちょっと分かりにくいんだけど、悪名という映画があって、悪名、これ勝新太郎と、田宮二郎がやってて、その第一部でね、毛頭の定っていうのが出てくるんですよ。それが親分が勝新太郎がこうあそこに入るんで、八尾の浅吉が刑務所に入るんで組を守ってますよって言うわけですよ。で女房、恋女房と二人でね、こうからかさを刺して二人であやがさで歩いてるんですよ。後ろからね鉄砲玉が来てスターン刺すんですよ。スターン刺したらいきなりカメラはもう俯瞰してしまって、それで雨の中にカラカサがカラカラカラッと回ってる、それが映像で表現できる詩だって言われて、ちょっと分かんないとこあったけど、なんとなくね、なんとなく感じるものがありましたね。だから自分がどう死ぬかなんて分からないわけだから、死んでみなきゃ、死んだ人いないしさ、死に縄とかなんとかいうのはいっぱい私書いてますよ、書いてますけど、それはね生きることを書いてるんです、生きることを書いてる、それで死ぬ、そうするとね、読者にとってはちゃんと生きた人間の死っていうのはそれなりに重さを持つし、リアリティを持つんですよ、死について考えるより今生きることを考えた方がいいですね。それはもう完全にそうでしょう。そうですよね、死について考えて何か結論が出るわけじゃないんだから、だから我々はただ死ぬだけです、ただ死ぬだけです、事実としてね、だから死はないんですよ、死はないと言ってもいい、かっこいい男の死に様じゃなく、かっこいいやっぱ男の生き様を通っていけばいいってことですよね。だから普通はそうですよね。そうですね、男の死に様ね、それはね私小説でねいっぱい書いてると思いますけど、はい、ほとんど生き様を書いてますよ、生き様を書いてかっこよく、かっこよく、あもしくは充実で素晴らしく生きた人間が死ぬってことは書いてます。それは生き様、生き様であって死に様じゃないですよ。長生きされたいですか。分からないです。小説の神様が決めてくれます。小説の神様が、だから今後書く長いものがちゃんとしたものだったら小説の神様は書き終わるまで生きてるよって言いますよ。私はチンギスキというのを書いててね、最初の頃はコロナじゃなかったからサイン会なんかあるわけですよ、とね、2人に1人は必ず言うセリフがあるんです。完結させてくださいね、俺がいたから完結させてくださいね、それ死ぬと思ってるわけですよでしょ、ね、だから死なないでくださいねって言ってるわけですよ。それは言われてました。だけどそれは分からないけど、まあ心の中じゃね大丈夫みたいだ、小説の神様がねまだ見せてくれるみたいだとは思ってましたけど、今度だって新しいの書いたそうですよ、だから、それがダメだったら、ダメだったら小説の神様って横を見ちゃうわけだから、その時に、やっぱりひっそりと消えるのが作家の生き方なんですよ。ひっそりと消えるんですよ。だからそこで私は世の中の権威とかなんとか言われるものにしがみついていたくはなかった。そうですね。ということなんです。いや、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。はい、ぜひ、ぜひ長生きしてください。ありがとうございます。余計なことすごい締め方です。今日はありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回ビジネスディープインタビューナインクエスチョンズは小説家の北方健三さんで、いや中身濃かったですね。ああ、そうですね、私は、お目にかかるの2回目なんですけど、本当大御所なのにすごくカジュアルで、なんかフラットな方で、私の本当拙い質問も切り方の質問にも、もううまく切り返していただいて、やっぱりね本当ビジネスの話ばっかりしてたらダメだなと思いました、とにかく抽象的なんだよってこと言ってました。そうですね、技術がとか、どうやったら役に立つんですかとかって、そういうことばっかり聞いちゃうのはやっぱダメですね。
思いました。あとやっぱ書くことが大事って言ってたけど、書いたりしないんですか、はい、最近はちょっと書いてないので書かなきゃいけないなと思いましたし、はい、あとやっぱりなんかファッションセンスも若々しくて、そうですよね、はい、いつもジーパン入ってて、うん、ジャケットとか、はい、ちょっとその話すごい良かったですね。そうですね、ドン小西さんが作ってくださったとおっしゃってました。はい、ということで、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ、次回もお楽しみに。はい、ありがとうございます。